クリス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 なんかね、クレーンゲームで撮ってね、うちらやるときは絶対これになってるんですけど、やっぱり見やすいから、ね、わかりやすい、うん、YouTube 向けではあるよね、正直、うん、ありがとう、ありがとう、感謝してよ、あんと撮ってきたときはね、もういらねえだろってみんなに言われ続けたんですけどね、そうおかしいよな、はい、いるやろ、めちゃくちゃいるっていう大活躍、まあ、今日はですね、あの大富豪あるじゃないですか、懐かしい、ね、大富豪って、まあローカルルールとかがいっぱいあるんですよ、ありますね、まあなんかその地方によってこういうルールがあるよみたいなのがあるんですけど、ローカルルールを自分たちで作っていこうということで、何よりかまあ5人1人ずつあのルールを、ちょっと大富豪のルールを作っていただきます、はい、でそのルールを忘れてたり、まあなんかそのルールを無視してゲームをプレイした人は、まあ、罰ゲームでなんかなんかしましょうねっていうことがあります。今日は、はい、何がいいですか、罰ゲーム、結構やっぱルール忘れと思うんでね、そもそも大富豪のルール忘れてる、うん、違う違う、教えてあげてよ、彼女は初心者だって、うん、そうだね、ボロ負けして1回やったね、第2回目第2回目ね、1回普通のルールでやってみる、1回普通のルールでね、そう、大富豪のそのメインルール、その採用するルールとしては、まあ、矢切りはそのまま使います、はいはいはい、11バックそのまま使います、はい、マークの縛りそのまま使います、はい、階段もそのまま使います。それが、うちらの中でいう普通の大富豪とします、はい、その後メンバーが一人ずつルールを追加していってやっていく大富豪をしていきます。なんかさ、ジョーカーにさ対抗できるのハートのさんスペさん、スペさんだな、え、でもジョーカーね単体で出すことあんまなくないね、スペさんってかっこいいね、スペさんです、じゃあ一旦普通の大富豪やっていきますか、オッケー、告知お願いします。私たちステミレイツは全国ツアー中でーす、4月20日に岡山キングダムさんと、4月21日に京都ファンジューさんにてライブを行います。概要欄にてチケット販売しておりますので、ぜひ取って遊びに来てください、お願いします、お願いします。はい、ではやっていきましょう、レッツゴー。はい、じゃあまず普通のね、おのおののやつなしでやっていきましょう、普通の大富豪、おみちゃん、意味わかってる、わかってるよ、一番弱い数字は何でしょう、確かにそれがね、いや、これはね、4、おなぜなら、スペシャルサンクスがあるから、まあ、うー、じゃあ4なのね、4が一番弱い、はい、OK、じゃあなんか一応ルールではなんかスペードの3がある人からスタートみたいなの買ったっけ、ダイヤとかじゃなかった、ダイヤの3か、へー、じゃあダイヤの3がある人からスタートで、うち強いかも、じゃあダイヤの3の人から、持ってる人から、はい、これ時計回りでいいのかな、落ちにくいね、落ちにくい、階段、お前時計回りだったら逆やろ、すごい、あ、じゃあ階段じゃん、自分の手札を、はい、どうぞ、わかんないみたいだから、ここを回ろうか、最後にしてあげた方がわかんない、階段でじゃあ3の次わかんないし、大丈夫か、はい、ああいうの見えすぎ、見えすぎ、あ、これって1枚しか出しちゃいけないか、階段だったらね、一番最初出した人の枚数だっけ、うん、そうや、じゃあ間違ってるわ、この後罰ゲームの幸先が不安です、これこれ階段中、次階段ね、6しか出せない、そんな7なんて待ってます、はい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 、ナイス、ヤギリシの2回出せんの、あれこれってさ、数字並んだやつさ、バーってやっていいんだっけ、最初は初手やったらいい、初手やったらいいのか、はい、お前初手で切れんだ、ちょっと好きなこと、なんでもいいんだね、じゃあ8は2連続で出してみた、パス、これはないパス、パ、ありそうな指動き、ありそうな指動きしてるよ、ゆきぺ、はいはいはい、はい、そんなことできんの、できるよできたどういうことやる、11バックから11バック3が強くない、マジか、67しか出せんと思ってた、これ2枚だもんね、矢切りやで、矢切り C のえあれか、階段採用されたんだっけ、あ、これだってのか、え、これって階段、階段やったらちょっと違う、ちょっと待って、階段やめるか、階段やめて、階段やめて、色縛り採用にしよう、色縛り採用になりました、うん、さようなら、階段なし、階段なし、あ、なんかいいよね、ちょっと階段なし、OK なんか、階段なしなら階段なしなんじゃ最初からやろうか、最初からやろう、階段もマークもなしにしようか、階
そうだよね、2枚だよ。2枚からじゃなかった気がする。じゃあ2枚に出すことないの？2枚はなし、うん、ないんだ。2枚は同じ数字を出す、うん、これ出せんだ、うん、3枚出すときは並んでる数字で出す、うんうん、ルールはもう教え合うことにしてさ、ミスったルール、とりあえずこれ練習して今ね、まだもルールを決めてない、今普通の大富豪やってる、うん、一旦なんかみんなのルールを統一しよう、うん、そう回だね、統一しよう、気を取り直して普通の大富豪一回やりましょう。革命とかはなし、いや、いいんじゃない、革命は、革命はありえ、革命は4枚やね、うん、整列させたい。うわー、すごいの来ましたね、奥さん。パスでいいですか？じゃあ出しちゃうよ。出しちゃってください。はい。いいですね。パス。パスで。なんでみんなパス？大富豪だからだよ。パス。三？いや、チャンス。これ何が出せる？ジョーカー。ジョーカー。ジョーカー倒せるのはスペさん。だって持ってたら出すんじゃない？パス。これやばいね。アキラ無双だね。あ、そういうことない。はい。パス。パス。パス。5、6、7、8、9、10、11、すごい。ね、混ざってた、さっき。革命だ、革命。いや、4位だから、4枚以上だから革命。革命で、3が一番強い。はい、えぐ。おい。今、3が一番強いから、ね、あ、4枚で革命するので。パス。これはさ、あ、そっか。あ、迷子、迷子がいる、まあ、出せたことに気づいた。なんで出せたんだよ。だって9以下だった。ちょっとパスで出せないと思ってた、はい、出せるんじゃない。あ、じゃ出せる、出せる、出せる、出せる。7より下。なんで下なの？今3が一番強い。革命が、あ、革命起こしちゃった。1人あった、革命。パス。1人あった、4枚以上出したら革命。あ、革命ね。むずっ。これ今普通のデフゴルル、この後ルール追加されるからね。終わるよ。パス。これ無理だと思う。だからこれ。罰ゲーム考えてよ。罰ゲーム考えてていいよ。あと今回は革命返しだ。戻った。戻った。熱っ。うわあ。これ戻ったからね、ゴミちゃん。出しよう。無理だって。無理だって。四枚。なんでやる。これだったのっていう。ジョーカーが禁止だったっけ。余裕になっても禁止っけ。あ、そんなことない。私そしたら禁止。あ、そうか、そうだわ。あれ。あれあれ一番強い状態で上がるのがダメなんだ。あ、じゃった気がする。 2とかで使うのがダメじゃなかったっけ。4だったらええんちゃう。確かに。もうそうするともう元も子もない話になってくるから。パス。左隣の人を抱えてスクワットとか。今マジそれ何だったの。よくない。よくわからん。なんで消えた今の。なんで消えた。それが怒られたんだよ、さっき。この人、スクワットでバキバキになってる。革命やん。革命やね。マジ、こんなクソだるいことすんなよ。パス。パスです。上がりー、ナイス。何枚ある？ 5 枚だよ。お、一緒や。互角やん。あいつ、バカやーなんで？だってもう3しか出せんやん。ほら。ほら。出せんわ。お前、バカやんな。出せん、出せんわ。マジ4出したのそれで。あ、本当にバカだ。あいやー、というわけでヨミさんがこれ難しいね。普通の大富豪はこうですね。まあちょっとしばしばかり不安は残る結果になったの。じゃあ結局基本のルールとしてヤギに11バック革命、あと、ジョーカー上がり禁止。ジョーカー上がり禁止が基本ルールでございます。で、おのおのルールを追加していきましょう。はい。で、この後やる大富豪でルールをミスったら、スクワット。1回。バキバキにしていきましょう。ルールミスったり、忘れたりしてたら、指摘されたところで、後ろでスクワットしていただくことになります。こうやって1人1個考えるルール。うん、1人1個。じゃあなんか思いついた人から。はい。はい。ゴミちゃんとキララの救済のルールを考えました。うわー、助かる。下手は返されちゃったんだ、私。下手は返されちゃったんだ。じゃあ、6を出したら、全員左隣の人に手札を渡す。あー、いいね。あ、交換できる。6。左の人って。全然めっちゃいいよ。全交換。全交換。全交換。全持ってる。え、めっちゃいい。全部交換。めっちゃいい、めっちゃいい。じゃあ、
スーパーセブンっていうルールで、単体7出したら、その後、単体7が2回続くまで、それ以外出せない。どういうこと？で、7出すじゃん、単体7。そしたら次の人も7しか出せない。その次の人も7しか出せなくて、その7出したら、ヤギリと一緒で切られる。3回7が続いて、これでやっと。じゃあ、パスっていう。じゃあ、はい。はい。2を出した人は、弱くなる。あの、弱そうな、プレイを一旦す。次のターン、弱そうなプレイをする。弱そうな。強そうなプレイしちゃダメ。ちょっと待って、抽象的すぎる。そのルールあんまり理解してないけど、具体的には言えないです。ね、具体的には言えないけど、2を出した人は。2を出した人は。もうジョーカーとか出せんよ。階段のやつとか出したらダメ。それ結構、あの、個人の裁量によるよ。めっちゃむずい。じゃあ、ルール作って。わかる。じゃあ、2を出した人はふにゃふにゃになる。わかんない。わかんない。2を出すよ。いったんふにゃふにゃになる。いや、オッケーオッケーオッケー。いったんふにゃふにゃになる。じゃあ、5で逆回りで。あ、いいよ。あ、いいね。いいね、いいね。5バックね。うのみたい。じゃあ10捨てにするか、普通に。普通の10捨てちょっと数字変えろよ。4とかにしたの。4とかもね。4とか。ね、捨てもなんか、ね、なんかないかな。じゃあ10もらいにする。もらい？もらい。どっからもらう？どっから？ゴミ。ゴミ箱から？選べるってこと？うん。ランダム。最悪。それ嫌やん。10持ってたらゴミすぎ。10ゴミすぎやん。10ゴミになりました。3とかの方がいい？3の方がいい気がする。じゃあ3もらいにしよう。だからなんか3スペ3とかあるからさ、4もらいじゃダメ。あ、4にしようじゃん。4もらいにしよう。じゃあ振り返るよ。1得になし、2得になし。ふにゃふにゃになる。もう危なかった。危なかった。そんな顔しないよ。やめろよ。2ふにゃふにゃになる。3得になし。4もらい。ゴミ箱の中から捨てたまま枚数もらう。逆回転。6左回転にする。あ、6いいね。7スーパーセブン。73つ連続しなきゃいけない。8矢切り。9得になし。10得になし。11バックリブンバックになる。クイーンなし。キングなしだね。オッケー。これルール間違えたらもう後ろでスカート10回。無理や、絶対押せない。無理だよ。え、10回やったら戻ってきてまた大富豪に参戦って感じですか。いや、待ってる。みんな10回多いな。じゃあ手札の枚数スクワット。うぃー、手札の枚数スクワットで。でも5人いるからそんなにあれやね。あ、確かに。うん。はい、じゃあダイヤの3の人からスタートです。値です。ないよね、ないよね、ないよね。パス。怖ー、怖いね。めっちゃ怖い。何やったっけ。それやってどうしたんだよ。やってどうしたんだよ、お前すげえな。じゃあ2枚今日出たしたな、お前。出たしたの。いいかもしれないやん。仮にさ、2が回収されても嫌だよね。いらないよね。はい、パス。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 ジョーカー使ったのに。まだ回っていくんだ。この形でジョーカー使わなかった。まだ。結構ね、序盤でこれは。ちょっと待って、何だっけ。おお、やるやん、やるやん。出せるんでしょ。嬉しそう。最悪。これ全員でしょ。でも私も押してくれた。キングも全然動かしてくれなかったから。キラ覚えてる。3人で。イエーイ、イエーイ。やったー。決めます。危ねえ。危ねえ。あれの時は左へ送るっていう主張をめっちゃやってください。あ、じゃないですか。分かった。早っ。ちょっと待って。これは？どうなんだ。うわ、すっげえ嫌だ、お前。それ、多分それ。キララ、これで勝てなかった。いや、足の普段いいやろ。いや、足の普段いいやろ。かなりいい。これ、いいですか？え、それで勝てないとかある？逆に。お兄ちゃんの普段持ってる。来るわ、これ。パス。もう、なにこれ。パス。自分のカードに首絞められる。あと、なんで左回しなのにうちのカードしてんのか。あれ、そうか。あれ、ほら回ってって。ここで交換しちゃってる。私の手札どこ行った。多分ね、どこ行ってる。雪っぺじゃない。雪っぺ。
でしょ自分そっかじゃあ分かってるんだけど首絞められる前の感だったんだねこれだってうち大切にほかほかにエース育ててたのさはい次パスだよパスえパスって言ったよだから回ってきてんだよ回ってきてんだ回ってきてんだパス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 何やねんこれいるかよ分からない2位出したくなって分かる人がおるかもしれない いや私もそうだったほら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 逆回りなんで言ったやん逆回りこれ2枚の場合って2枚って気をする普通的なおーいや普通普通で大丈夫戻るってことね3が一番強いよ何パスパスパスちゃんと押されてるパスセブン適用されることなし涙のセブンあそっかパスパスあーゆきっぺに言ってるわ足のカードパス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 いや強かったもんだって作り上げちゃってたいやめっちゃ作り上げちゃったこれどっちパスお前何が何言ってんの何言ってんのお前何言ってんのだって3より下もん何言ってんのあダメだよパスって宣言したんだ宣言した何が出せるの確かにめっちゃあー何やっけこれ何やの何もない何もないパスイレブンパークあの上がりイエーイ1位はい、マジスクワットもゼロまあアキラのね残してたカードだもんね確かにあれ強いそれはしょうがないそれはしょうがないわえっちゃうお前3だよ3だよスカッとスカッとスカッと間違えたよお前スカッとスカッとほらスカッとスカッと行ってきてむずじゃあゴミちゃん7回あいつバキバキになるぞはい6 1はい、OK 刺すよね、みんなえ、私パスじゃないミスったからどうなるミスった人どうするミスまあスクワットしたし、もう一回キリキリやめたらうんもう一回ミスんじゃないそしたら違うよヤギリおぉやりおるこいつ、ただヤギリしただけや、多分気持ちよくなったヤギリだけしてうんいいのない、ヤギリあかんねんキングえ、何をどやっとなえ、これだってなんでどやっとる人しか出せんやろなんでだキングが最強じゃないってなんで理解してなかったやろまあ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 持ってるだけだもういい近場近いんすよ結構きついこいつの手札知ってるからさあ、確かにきついおもろいな、手札知りね大富豪え、これ参戦できてないこれ怖いなんでそんな悩んでんのパスね。これはパス。ああ、これ六六六六。パス。あ、アキラミスじゃない。六。あ、逆回りになるから。逆回りじゃない。これ手札交換やね。じゃあ全員手札。もう誰これ。一、二、三、四枚だね。のうち。四枚ってよ。お前本当に 6? やば奇跡 5や1回無駄にやる全部バカ全部交換したしてないみんなあやった2周2周交換していいってことジョーカーは6じゃないんじゃないあ、まあ、6にしてるのか6になってるからじゃあ2周分いくゴミかよだっていや違う待ってすぎわかるぞ次じゃあ出したのがユチリカだからゴミちゃんやなえ、上がれるの？上がれるわ。やったー！誰これ残してたの？やったー！出たのか。持ってくる。ああ、よう覚えとうね。あ、でも当たった人やから。そうやね。じゃあ、おやおや、やってこい誰か。一枚引やってこいよ。一枚待って、お前や、待って。お前一枚引なんで。一枚。お前お前スクワットしてこいぞ。理解してない。理解してない。だから読んでも上がれないんだ。読んでも上がれないよ。でも一枚で上がれるんでしょ。まあと思うじゃん。これの大富豪の面白いところ、一枚で上がれないのよ。そうなん？
あ、でもあれやろ、そのままゴミちゃんスタートになるんちゃうの。いや、これ次の人じゃね、さすがに順番は、うちなんやない。だってゴミちゃんが上がってもらったんでしょ。そしたらゴミちゃんのターンはもう終わってんじゃん。お、確かに。もうあやのでしょ。じゃあ、5が入ってたので、逆です。いいわこれ。おもろいおもろい。じゃあ行きます。はい。あ、遅い遅い遅い。第6弾6弾。やばい、ね、こいつ1枚残ってる。じゃあこれで交換なので、あやの1枚で、あやのかな。ほぼ終わりよ。今革命中。自分がやったんや。自分の手札。もういやいや、1枚しか持ってない自分の手札見せちゃう。あいつ10だ。やだよ。あいつ10持ちです。ゴミちゃんにもらった手札はマジで。あってるあってるあってる。パスパス。もうえっ、じゃあその隠せ。堂々と堂々と試して。待ってます。待ってます。パスね。ああ、パスって何。パスって何。行ってこい、パスです。行ってこい。じゃあ、開けろ。じゃあ、行って、はい、うわ無理。パス、いや、でも、拾わなきゃいけないんだよ。うわぁ、やばいの。え、よう覚えたわね。最悪。えい、パス。頭いいね。優勝上がりー。イエーイ。覚えらんない。あ、行ってる。革命終わったよね。革命のまんまで。革命はずっと終わらない。革命返ししないと。6より下。あやのが持ってるか。ないよね。じゃあパス。ないよね。じゃあ、あやのんじゃない次。はい。出せるよ。出せる。上、上で、上で。上に行くやん。イレブンバック中やから、今2が。いや、めっちゃ怖い。この企画。自分らで作ったさ、ルールでさ、馬間違えたって、ここピッと押してめっちゃ来そう、めっちゃ来そう。そうか、そうなの。おい、おわー、おい、あー、上がれたのに一回勝てる時ある。あれだからいいルール作ったんじゃない。6の天下効果がありがたい。めちゃくちゃいい勝負になるよこれ。最後までどうなるか分かんないから、負けた人は頭使ったって意味だよ。確かに負けた人どうする。腕立てとか。うわぁ、全面にきつ。10回とかやった。10回、腕立て10回ね。なんでこんなバキバキ使ってるの。あー、きれい。腕立てマジでさ、できなかった。なんでドラムしてるやん。違う。おい、まだ1回も行ってないよ。さあ、たちはダンス。これできてるんですか。これでき…おい、正式に数えたら多分まだ1回もやってないぞ。お前3回も多分できてなかったぞ。おい、あと1回頑張れ。これ何が鍛えられてる。肘をちょっとずつ曲げてる。はい、いいよ。はい、そんなん勝てる。おい、ちょっと待って、やばい。拾わないのか。拾わないか。ゴミちゃんスカート。あれですか。ゴミちゃんスカート。逆回りも？逆回りなんです。うちのよ。半時計回りだったよね。半時計回りだったの？そうだよ。ずっとそうだよ。さっきもずっとそうやったで。まあ、もう結構待ってあげたけどね。うちね、あ、キララと思ったの。これ5バック。一応バックは分かったよ。これ5バック。うん、うちじゃないんだな。次、ゴミちゃん。パ、ツ。スーパーセブンは採用されない。やっぱこれスーパーセブンいつも採用されるわ。されるわ、これ。2回回しかな。確かに。えぐ？ゴミちゃんじゃない？パス。パス。もうやだこの無言の。
もう一回です。誰らが来た？帰ってきた、おみちゃん。あ、帰ってきてない、帰ってきてない、帰ってきてない。バース。え、誰これ、ひどない？キララちゃん。あ、私は、ごめん、揃えた方がいいよ、まず。え、違うよ、うち絶対違う、うちだって3の2は持ったやつだもん。違いました。で、パス、で、アイキラ。バース。パス、パス。今出そうとしたね。違う、でも見た、見ただけやもんな。見ただけやもんな。大丈夫。おもろいな、今のってやぎりした聞き目ね。勝てる気がしないんだけど。全然強くないよ、やばいよ。パス。あれ誰だ、行ってから。おみちゃんパスっつった。パス、パス。あれ、こうでしょ。お前だよ。あー、勝ちだった。手札多いや。夏スクワットや。何それ、スクワットな、これ。え、これじゃないの、スクワットって。普通、あ、そうだよ。こうじゃない？これ何？じゃあ、それ、それ腕、あれだよ。起き上がるやつ。腹筋だよ。はい、8やりました。はい。熱くなってきた。これ消すんだよな。あ、床暖房熱いんだよ。床暖房無理。え、床暖房ついてるよね、やっぱ。そうなんですよ。どうしたの？先月しました。そうなん？そうなの。先月知った。お、遅いね。冬終わったな。お前だよ。ずっとパスって言ってるよ。全然話言ってるよ。聞いてない。スカートさせるよ。パス。パス。いやだよね。パス。パス。勝てる気がしないマジで。もう6全部出たんだっけ。6全部出た。あれじゃない、4で6を復活させる。ああ、なるほど、ギャンブル。ギャンブルすぎるやろ。何分の何だよ。じゃあそれにかけてみます。おお、ドキドキの開封のギア。意外と4もらい、ええな。パース。出してみて、そしたらスクワットするかしないかっていうだけ。パース。まか、出せよ今のは。パス、パス、パス、パス。運ゲーすぎ。もう6全部出てるんよ。え、パス。出してくんのかい。パス。ふにゃふにゃになってない。ふにゃふにゃでスクワットしてよ。ふにゃふにゃもよくわかんない、定義がわかんない。もうね、結局苦しいんだよこいつ。そうじゃん、こいつのせいで。これきついね。6引いてこ、6真ん中らへんにジョーカー。6引いてないかな。6引いてこ、6。あ、顔が腫れたよ。あれで顔に出やすい。なんとも、なんとも言えないこれ。顔に出やすい。ゴミちゃんパス。パス、パス、パス。もう、あ、こいつ1引いたのか。やるしかないね。おみちゃん2持ってますよ。パス、パス、パス。これだけ覚えてる。それだけやってる。それだけやる。どうやって勝ちようかな。あ、打ち回ってきた。終わり、終わりです、終わりです。うわー、ちょっと待って。そんな感情を表すゲーム。なんじゃこれ。パスでしょ。あ、ちちちちまた来ましたよ。やったぜ。クイーン店。後戻り。クイーン店。違うんです、皆さん。全然大丈夫だよ。パス。本当？あ、待って、うちまだ1枚ある。全部見せて。お前、社会してこい。社会して。なんでお前上がった設定で見たの？いや、いや、じゃあ。でもね、パス。えぇ、お前。何こいつ。お前あと1枚。1枚。いや、でもあかんか。これ出したら、だって交換しちゃうから。お、あ、待って、あ、これ終わったよ。戻った。もうこれみんな無理だよ。あ、そうだ、しか忘れないから。あ、待って、キマグミがね。すげー。はい、これすごいね。頑張れ。頑張れ。めっちゃ綺麗。頑張れ。あと3回ぐらい。
やったな。オッケーオッケー、オッツ。ああ、おもろかったっすね。面白かった。このルール割とね、誰でも勝てるんですよ。これね、大富豪ではないな。大富豪ではないですけど、初心者でも勝てるね。皆さんやってみてほしい。やってみてほしい。鉄みたいなとこあるから。そうやね。なんか、キングボンビついてた。いやうちはもう無事最後の七縛りがねできたもん。すごいねこれ綺麗にね。めっちゃなんか示し合わせたんかけて綺麗に落とした。ほんとにうわーっつだもんな。すごい感動生まれてたというわけですね。オリジナルルールの、大富豪でした。皆さんも捨て身ルールぜひ楽しかったし、やってみてください。めっちゃおもろいのでね、やってみてください。ということで今日の動画が面白いと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。